ようやく時差ぼけも治ってきまして、体調が戻ってきましたので、今日はねめちゃめちゃ晴れてる、珍しい。なんか結構曇ってて、ロンドンでまあまあ寒いですけど、今日は暖かいので、今から土曜日なんです、今日土曜日、といえばマーケットに行こうと思います。ちょっとね、昔ね好きだった、ご飯的なものを探しに行こうと思います。楽しみやな。やっぱね、週末が楽しいんですよ、ロンドンのマーケットって。撮ってんの？初登場、トミー六本木さんです。いつもね、ロンドンに来たらもう約20年ぐらい、2005年に住んでたから、その時からの友達で、ロンドンに来たらお世話になってます、六本木店にね。トミーの顔ちっちゃく見えた方がいいからね。これぐらいでいい？ついついね、後ろに行ってしまうんですよ、無意識のうちに。顔ちっちゃく見える方法を選んでるから。どこ行くんだっけ、ロンドンフィールズ。ちょっとね、昔住んでたね家の近くのマーケットに行こうと思って。ロンドンフィールズってブロードウェイマーケット行くってこと？ブロードウェイマーケット行く。あ、じゃあエビフライあるかな。どうしてコロンビアマーケットで、チーズリゾットは遠近法使えてる？取ってる。すごい、結婚式かな。ドレスアップして、これがあったらね、バス乗れる、ビザタッチで。あ、ええやん、ここいい。2階建てバスはここがめっちゃ見晴らしいのよ。空いてたら絶対ここ座る。あ、これは3階建てだけどワンフロアだけ借りてるってこと？分かれてる、入り口が分かれてる。なんかでも2個あって、1個こっち側は多分フラットが2つよ、2つで、こっち側下と1階。はいはいはい。家の人、随所の人たち。はい、チャーチに行くからああいう格好してるってことだよね。これは最上級のなんかテカリのやつ。そうだよね、いつももちょっと違うもんね。素材だから、すごい。土曜日って休息日だったんで、なんかでも教会に行く日なんじゃない？日曜日の休息とか。何食べよう、お腹すいた。チーズリゾットかな、マッシュルーム、漬物、納豆、お味噌汁、あとはなんかサバとか、サバなんとか、サバの焼いたやつとか。だってフィッシュローストあるもんね。あれ、うちも真似して買ったからね。美味しいよね。美味しい、全然違う。なんかやっぱ IH になってさ、魚が美味しくなくて。そうだね、どっかで魚焼こうね。おしゃべりに夢中になってたら、一歩先に行ってしまって、今歩いて戻ってます。今からね、オーバーグラウンドって言って、上の道を走る電車に乗ります。結構ロンドンオリンピックの時にね、新しくできた電車で、ここ昔住んでたよね、ヒロ君。昔はね、結構治安悪かったと思う。めっちゃ後ろこうやって振り向きながら帰ってたもんよ。なんかこうやって3回に1回ぐらいこうやって帰ってたから。ミニアさん、ロッティ
駅初めてよ、この即入院とできてから。ここはストック入院とんって駅ないけど、 1って書いてる。リバプールストリート、ロンドンフィールズで降りる。めっちゃ便利になったよね、これできてから。え、エリザベスラインって昔からあった？ないない、めっちゃできたの。そうえ、いつから？ほんと最近。初めて見た。それがなんか、ヒースローまで行くの？行くの。じゃああれ昔のパディントンから出てるやつみたいな。めっちゃ短く。これはなんか、そうすごい便利なので、だからこのエリアでめちゃくちゃ。しかも紫っていうのがさ、イギリスっぽくていいね。そうなんや。車道に入らなあかんこと忘れてた。遠近法っていうか。車道入ってない。入ってないね。日焼けしたくないから。
9月19日エリザベス女王の国葬が行われるということで、今こちらエンバンクメントの駅に到着して、これから歩いてウェストミンスター寺院の方に向かおうと思います。すごいこんなね瞬間にね、まさかロンドンにいるとは思ってなかったので、すごい歴史的な日にここに入れたことはなんか収めときたいなって思いました。今これビッグベンの近くです。現在ロンドン、9月19日、今11時40分です。エリザベス女王の国葬が行われていて、このねビッグベンの奥にあるウェストミンスター寺院に世界各国の、人たち約2000人、招待されてるって聞いたニュースで集まっています。でもうすぐね12時頃に軍装のラッパが吹かれて2分間の黙祷が捧げられるそうで、皆さんねこのようにビッグベンの麓に、集まっています。今国葬が終わったっぽくて、エリザベスタワーの、鐘が鳴り始めた。出てきたっぽいよ。こんなにねビッグベンの麓にこんな道が閉鎖されて、誰も入れないってことがないから、今国葬が終わって、ハイドパークまで。もう女王は、国葬を終えられてウェストミンスター寺院からハイドパークコーナーに向かっているそうです。すごいなんかいつもとは違うムードが漂ってるね。今ねちょうど女王はちょっと遠くの方でパレードの声音が聞こえるんだけど、後ろの方のに向かってバッキンガムパレスを通ってハイドパークコーナーっていう公園の方に向かってるみたい。今日はなんか臨時のバンクホリデー、国民の休日になったから、結構ねタクシーとかもストップしてるし、お休みだそうです。あすごい、今テムズ川沿いを歩いているけど、こんなん昔なかったね。ここそっか、ナショナルコービートメモリアルウォールだって。ここはなんかコービットの人が亡くなったので、なんか名前書かれてるとこでした。違うかな、多分なんとか栄誉賞とかなんかそういう勲章もらってる人たち。まあ、かっこいいねマント。でも報道陣の、世界中の報道陣の人たちはここに集結してるっぽい。ここ通れない、偉い人たちこっち来てる。あそうだ、どうする、電車に乗る、こっちからは行けないんだね。すごい、だってお偉いさんたちこっちから来てるもんね、みんな流れて。どうしよう。すごい、今ね黒塗りの車がいっぱい通ってて、多分ここに皆さん帰ってらっしゃいますね。 Excuse me, it's gonna be open or? Don't know, not too sure. All right. It's gonna be closed for quite a while.Alright. もうとりあえず今、通られへんみたい。この島はこの橋は渡れません。
you too. It's my setup. I hear you. It's okay. Sorry. Hi. 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 Nice to see you. 挨拶してみたよ。多分めっちゃ偉い人やと思う。誰か分かれ。